こんにちは、赤ちゃんです。今日は、こちら、じゃじゃーん。お楽しみボックス、デラックス。こちらはですね、じゃじゃーん、ブルームのスクイーズになってます。どうやらこちらのスクイーズ、山田電機さんにしか売ってないそうなんですよ。今回はね、そちらのスクイーズをゲットしたので、紹介していきたいと思います。パッケージはこんな感じです。ブルームスクーシーコレクションって書いてありますね。かわいい。持ってないこれ。はい、こんな感じです。僕はね、このハムちゃんが欲しいなって思ってます。こちら金額は5000円になります。ちょっと高いんですけど、6から7個入ってるそうなので、お得だと思います。でね、ちょっと気づいちゃったことがあります。購入した後に気づいたんですけど、こちら見てください。じゃじゃん。少し中身が見えてます。こっちもほら、これお店によって違うかもしれませんが、なぜか僕が買ったお店ではこんな感じになってたので、もし狙いのスクイーズがある方は、ここから見てもヒントを得てもいいんじゃないかなって思います。誰か開けちゃったのかな？こうやって覗いちゃったのかな？誰か。なんかさ、もうすでにここ、折り目ついてますよね。こっちも。だから誰か覗いたのかもしんない。だから誰か外しちゃったのかもね、ここ。これはちゃんとテープついてるね。うわこうやって押して覗いた跡がある、こうやって。こちらのちっちゃいのは、また次回紹介したいと思います。今日はね、この大きいやつを開けます。6個から7個なので、1個あたり800円以下で買えるっていうことで、とてもお得になってます。それでは行きます。1つ目は、こちら。たくさん入ってんだけど、ちょっと待って。このペースで入ってんの？本当に6個から7個、このペースで入ってて。じゃじゃん。ミニひたしパン。僕ね、ミニひたしパンって言うと、UFO キャッチャーとかを連想しちゃうんですけど、ブルームのミニひたしパンはね、クオリティが高い。クオリティがめっちゃ高い。超気持ちいい。このさ、ブルームのクオリティのひたしパンをこのミニサイズで持ち歩けるなんてめっちゃ最高。すごくいい。待って、このペースで入っててさ、本当に6から7個。いきます。2つ目。もう1個ちっちゃいのある気がするんだよね。ちっちゃいかなこれ。じゃじゃん。かわいい。じゃじゃん。うわ、かわいいしさ、すっごくもっちもち。超気持ちいい。はい、こんな感じです。なんかね、パッケージには訳あり商品が入ってるっていうことが書いてあって、訳あり商品にはこんなスタンプが押してあるそうです。多分だけど、バッテンのシワが入ってます。これが訳ありなんだと思います。だけどね、すっごく気持ちいい。ふわふわですごく気持ちくてかわいいです。あーでもね、シワはあるけど後ろだし、全然いいですね。気持ちいいです。パンダちゃんいいね。超可愛いじゃん。そう、安いんだけど、その代わりこういう訳ありも入ってるよっていう感じです。それでは、3つ目。なんかちっちゃいのがまたあるな。じゃじゃん。桃でーす。桃のスクイーズは持ってるけど、ブルームのは持ってませんでした。中でもちょっと硬いかも。他のやつと比べると。だけど、すごく気持ちいいですね。しっかりしてる感じですね。他のと比べると。パンダの方がすっごくふにゃふにゃで気持ちいい。さあ、もう3つです。4つ目。すごいたくさん入ってるよ。こちら、じゃじゃん。牛乳ひたしパンです。ピンク一色ですね。表面は滑らかですごく気持ちいいです。気持ちいい。ああ、気持ちいい。それでは、5個目。大丈夫このペースで。まだね、ここぐらいですよ。こんだけしか進んでないよ、まだ。5個目は、でかっ！待って、でかい！こちら！うおー！チーズケーキ！ブルームでこの大きさのスクイーズはなかなか購入まで手を出せなくて、今まで買ってなかったんですけど、初めてだ。じゃじゃん！あ、だけどなんかスタンプ押してある。ブルームって書いてある隣にスタンプがありますね。ピンク色の。だからこれも訳ありなのかもしんない。ちょっとどの辺が訳ありなのかよくわかんないんですけど、多分、ここのこれかなとは思うかな。だけどさ、本当のチーズケーキってやっぱ手で作るものなので、こういったこととかってあるので、そこまで気にならないかなって個人的には思います。うわ。うわ。すごい！この大きさもうさ、枕じゃん、この大きさ。枕だ。握りごたえもあって、すごくいいですね。最後にまとめて音フェチしましょう。気持ちいい。今ので一気に進んだからね、ここだったのが、こんだけ進みました。おっきいのが来そうな感じがしてる。いきます。ラスト。じゃじゃん。これの偽物のちっちゃいやつ持ってたんですけど、これも訳ありだ。見てください、じゃじゃん。名前の横にスタンプが押してあります。スタンプ押してほしくないね。スタンプない方が良くない？消してほしい。これは何が訳ありなのかな？触り心地は、すごく気持ちいい。一番好きかも、今回。うわ、これ気持ちいい。訳ありはね、結構ひどいね、この訳ありは。ほら、このシワです。こことかをね、こうやってやっても、シワはもちろんつくんですけど、すぐに戻るんですけど、反対側だけこうなってます。
尻尾もここがボキって向き張りの原因だと思います。まあちょっとね、これが一番見た目に結構影響が出てるんですけど、でも触り心地もすごく気持ちいいからお気に入りです。次でラストかもしれませんね。 1,2,3,4,5,6 個まだ入ってます。いきます。7個目じゃじゃん。なにこれ、パーン。うわぁ、猫ちゃんです。見て、デザインが可愛い。バターがとろーって溶けてる。うわ、スタンプもされてる。全部スタンプもされてる。触ってみましょう。おお、これってさ、全部訳ありなのかな。ちっちゃいやつ以外は全部訳ありでした。おっきいやつは仕方ないのかな。これは何が訳ありなんだろう。顔に穴が開いてる。これはここだね。顔に穴が開いてたり、上にシワがついてたりしてるのかな、という感じで訳ありです。なんだけど嬉しいね。ちょっと見た目がシワついてたりってするだけで、それ以外は全く一緒なので、触り心地とか柔らかさとかは一緒なので、かなりお得だと思います。ちょっと通常価格がわからないんですけど、この3つだけでも5000円の価値は十分にあると思いますし、プラスでこんなにもたくさんついてきて、牛乳ひたしパンってだいたい1000円ぐらいするじゃん。すごくいいお買い物だったと思います。この中で一番気に入ってるのはパンダちゃんです。よく見るとここにもすごいシワがありました。ほら、シワってできるんだね。こういうの結構シワがあるんだけど、触り心地がね、すっごく柔らかいの。これ超柔らかくて気持ちいいので一番大好きです。2番目はこちら。見た目が可愛くて、これも触り心地が最高に気持ちいいです。ということで2番目に大好きです。ただちょっとシワとか尻尾が折れてたりとか、ダメージは大きいですね。これはそして第3位は、ホムの毛も行きたいんだけど、やっぱり大きいのがね、数も少ないですし、あまり持ってないので、これが第3位です。低反発ですごく気持ちいいですし、訳ありの中では一番綺麗な方だったので、すごくお気に入りです。はい、という感じで今回はブルームのお楽しみボックス、大きいサイズを開けて紹介してみました。狙いのハムちゃんは出なかったです。ショック。なるほど、これの趣旨が訳あり品だから思いっきり握って遊んでっていうことだったんだと思います。だからね、ちょっと訳あり品にはなっちゃうんですけど、中にはとても普通に綺麗なスクイーズも入ってたりすることもあるかもしれないので、ブルームのね、すごく気持ちいいスクイーズを安くゲットしたい方にはぜひおすすめです。そしてお楽しみボックスをね、開けるワクワク感もあるので、とっても楽しめました。やっぱりね、確かに綺麗なスクイーズってキュッてするのひび入ったりさして、なんかもったいないなって気持ちになっちゃうので、こうやってシワとかついてたりするのだったら、もうギュッて飾れようと握れようみたいな感じでね、使い分けるのもいいのかななんて思いました。山田電機さんで言ってるので、気になる方はぜひ買ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。それでは乙女チしていきます。今回出た順番に乙女チしていきます。まずはこちら。ちっちゃいけどすごく気持ちいいです。続いてこちら、一番柔らかいです。